俺は学園祭で賑わう校内を当てどもなくさまよっていた。どこにいるんだろう。心と別れて小一時間、結局俺は音羽を探し続けていた。先に立ち寄った生徒会本部には彼女はいなかった。見回りに出ているのだという。だからこうやってブラブラしていればまたばったり会えるんじゃないかと思っていたんだが、会いたいと思っているとなかなか会えない。そのうち会いたいという思いが会わなきゃという焦燥に変わっていた。音羽、俺はさっきの音羽とのことを思い出していた。あの時音羽は傷ついていた。お前心ちゃんも傷ついてるからな。いや、ノートを見つけてからずっと音羽は傷ついていた。心ちゃんはもっとずっと長い間傷ついてるからな。 K のバカ野郎のせいで、お前のバカ野郎、お前のせいでな。何が真実を明るみにだ。何が学校の体制を正すだ。音羽は K は人一倍正義感が強い人だと言っていたが、心ちゃんは結構お前のことをなんだっけ、頼りになるとかいろいろ思ったんだよ。自分を慕うあんなの子、あんなの子って何ですか。女の子をあんなに傷つける性格なんてクソぐらいだ。ブーメランって言葉をしてますかね。あ、そういえば、はあ、疲れた。だけどケイさんのノートには、あ、ごめんなさい、かぶりましたね。よし、校長が交わした念書が校長室の金庫の中にあることを突き止めた。お、金庫を開けるんですか。すごい切り方したね。まさか音羽校長室に忍び込んでたりなんてしないよな。妙な胸騒ぎがする。俺は駆け出した。数分後俺は校長室の前に立っていた。入学医でこんなところに来たの初めてだ。俺入ったことないんじゃないかな。扉に耳を押し付けてみる。うーむ、中から物音は。君そこに何をとるんだ。ヒーヒー、飛び上がった。周囲見ますが、でも怒鳴られたのは俺じゃなかった。中だ。ねえ君か、なぜ君が金庫。やばい、俺の嫌な予感が当たり上がった。音は本当に校長室に忍び込んだんだ。もちろん例の念書を探すために。鍵閉めらんないのかな。来なさい。こと次第によっていくら君でも。マジやばい感じじゃねえか。くそ、あとちょっと俺が早く着いていたら。どうしたら音を救える。校長をバットで。どうしたら。あ、俺はひらめいた。そうだ、俺にはこれがある。あ、自分で自爆するやつだ、これ。よし。俺は三歩後ろに飛び抜くと、今度は思いっきり前進した。体当たりだ。ゴイーン。ブラックアウト。目の前に散った火花がとても綺麗。何やったんだこいつ。これ素晴らしいよな。ここどこだ。妙に立派な調度品。あ、校長室か。ってことは、やった、夢の中の成功だ。音羽は 1,2,3,4,5 個か。するとやっぱりいた、いる。あ、いた。音羽は大丈夫かと叫んでいる感じで、俺はふよふよとその目の前に漂っていった。妖精さん、ハロー。でもまあ院長の好感度はすげえ上がってっから、毎回毎回もう完走するぐらいのレベルじゃないから。皆まで言うのは分かっている。さっさとこんなとこ脱出しようぜ。いやー、金いい角度だ。掛け軸、もう手当たり次第やっていこう。掛け軸トロフィーか。何も書いていない、何も書いていない掛け軸なんて珍しいですね。まあなんかあるんだろうな。炙り出しか。ライターねえもんな。スピーカー、すげえおっぱいしてるよな本当に。コミックが一冊抜けてんのかこれ。立派なステレオコンポスピーカーが顔に見えますが、あれアルバムかな。あれ待って、 CD って入らないんだっけ。あれなんて入れんの。 CD カタカナ、珍しいタイトルの CD ですね。よかったらしい。アーリエス、タウラス、ジェミニ、キャンサー、レオ、バルゴ、ライブラ、スコーピオン、サジタリウス、カプリコーン、ピスケス、12星座ですね。わかんねえなー。何抜けてんのこれ。サジタリウス、スコーピオン、ライブラ、バルゴ、レオ、キャンサー、ジェミニ、タウラス、アリエス、フェアリーテル読んでます。
決定版。12世代わかんねえな。あとで。トロフィー、あ、トロフィーのところにも時計もあるね。じゃあ先にトロフィーにしちゃおうか。灯籠流し。前回見た気がするぜ。トロフィー。伝説のトロフィー。なんか後ろ毛皮みたいになるぞ。9時。陸上競技部の優勝カップですね。でもどうしてここにあるのでしょう。時計だよね。気になるの。時計。時計がありますね。はて、今はこの時間で合っているのでしょうか。上3時ってなってるけどね。気になりますが、この高さだと私の身長だと全然届きません。あ、そっちの時計いっちゃった。デジタルじゃねえんだ。じゃあデジタルってやった方がいい。デジ。字が汚い。たる。時計、デジタル時計。時計だよね。デジタル時計。ふぅ、全部これ言い直しってきついよね。もう適当、なんか字がどんどん適当な。あ、しかもやってくれなかった。デジタル時計。デジタル時計は9時を示してますね。あれ、どっかと食い違ってるような。じゃあ、そこの時計は、椅子に乗ればいけるのかな？待って、でも、通歩。水が入ってる？どうして水が入っているのでしょう。まあ、花を生けてたんじゃないかな。机。困った時の机シリーズ。てか、まあ、いろいろ載ってるからね。なんだそれ。あ、引き出しがあるじゃないか。上に乗って何？机の下に何かあるようですけど、暗くてよく見えませんね。いや、引き出しでしょ。あれ何？電卓か？鍵がかかっている。これ上何？本かあれ。アクエリアス？どうしてこのページを校長先生水亀座なのでしょうか。アクエリアス星座占い水亀座。俺はねスコーピオンなんですけど、じゃあ CD のところ行ってアクエリアスなかった。あ、なかったね。アクエリアス。私が一番好きなのはね、ビタミンのやつ。ビタミンが俺好き。昔さ、ビタミンガードって名前だったじゃなかったっけな。この逆になってるケース、あ、逆になってるのか。お、CD 手に入れました。CD を手に入れた。じゃあコンポに CD 入れる？俺さっきコンポって入れてなかったっけ？スピーカーって入れた？もう忘れた。で、これで持ち物 CD を入れます。珍しいタイトルの CD ですね。ん？あ、そうなっちゃうんだ。こっち行っちゃうんだ。持ち物のはずなのに。おかしいな。パソコン。パンツ。俺パンツなんて入れたっけ。あれでも個室のデジタル時計も9時だな。ノートパソコンがありますね。電源を入れてみましょう。もう一回パソコン。キーボードかな。ノートパソコンがありますね。キーボード。キーボード。懐中電灯が、懐中電灯があるよね、あのちっちゃいやつ。懐中電灯。ダメだった。ライト、レフト。
電気を消しないつもり、なぜ俺はこんなに疑われやすいんだろう、日頃の子ない、なんという無駄。え、これでしょ、これそうじゃないの、わかりますかね、これペン、 This is a pen、 ペンだった、このペンに入って、あ、ペンライトか、これで机の下が見れるか、ペンライトを手に入れた。椅子、キャスター付きがいい、座り心地の良さそうな椅子ですね。おや、あ、こっちの時計行ったね、さっき違かったね、時計がありますね。はて今この時間で合ってるのでしょうか、気になりますが、この高さだと私の身長だと全然届きません。椅子に乗れ、椅子を使えば時計に届きますね。お、これは絶対あるぞ、時計が気になります、な、キリリ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 リ、やった、動かしようだ、あ、いいね、お腹周りよくね、ダメだ、そんなに動けない、はい、じゃあ時を9時に合わせてもらいましょう、今一瞬で合わせなかった、時計合わせました、これで校長先生も安心ですね、電池入ってないんじゃない、よし、やっと1個目、あー、やばい、あと30分ぐらいしか時間がないそれはちょっと面白いな、微妙にちょっとあの形合わせてくれるのが面白いな、じゃあ机行ってペンライト使いましょう、机の下は暗くてよく見えません、ペンライトを使ってみましょう、これは何のスイッチでしょう、押してみますね、ポチッとな、特に何も変化がありませんね、危なかったのは何もなくてよかったよ、でもどっかに変化があるはず、もうちゃんとまだ全部見てねえんだよな、ちゃんと全部見てないのに変化があるって言われてもな、これかな、虎の毛皮のところかな、あとあれだよね、あっちの本棚も気になるし、金庫も気になるし、毛皮も気になるし、あの校長の像だよね、じゃあ銅像行けって言われたから、待って待って、すごいことになった、銅像行くか、銅像壊してやれ、先代の校長先生の銅像です、お会いしたことがないので似てるかどうかは分かりません、はい、毛皮、多分この下が変わったかもしれない、うん、なんかハートみたいな模様があるな、虎のカーペットのですね、本物の虎ではありませんよ、分かってるって、下に何かありますね、めくってみましょう、ペロッ、これは何かのゲームみたいですね、さっきまで虎が遊んでいました、遊んでない、置いてあっただけだよ、え、まあ いやとりあえず本棚行こう、本棚ってやったことなかったか、スプレーあんだよね、大百科事典、本がたくさん並んでいますね、辞典、この百科事典が目立つね、目立ちますね、調べてみましょう、鍵だ、そんな目立つところに鍵入れちゃダメでしょう、鍵を手に入れた、じゃあスプレーな、
スプレー。くそ、罠だろう。ヌプレー、卑猥な響き。水を入れるタイプのスプレー、今は空っぽのようです。ああ、壺じゃん。で、スプレー、スプレーに水を入れましょう。これでいつでもシュッシュできますね。掛け軸いくぞー。あれ濡らすとなんか出てくるだろう。文字が出てきてパソコンに入力するとみたい。いけ、スプレーでダイレクトアタック。掛け軸にスプレーの水をかけてみましょう。3776。そっか、文字が出てくるなんて不思議な掛け軸ですね。忍びの方の作品なのでしょうか。なんだっけ、3776。パソコン、おい、あれ金庫かな、もしかして。3776、3796、3776。何の数字なのでしょう。おう、金庫か。金つ、ひらがな、筋肉。この金庫はカードキーと4桁のナンバーが、それカードキーがねえな。カードキーがないから、じゃあ先に机で開けるか。持ち物、鍵。ああ、カードキーじゃない、びっくりした。あれ？じゃあカードキーどこだ？あとこれね、虎の毛皮にあったやつね。銅像にスプレーかけてみるか。あら、そっち行っちゃった。水が入ってるようです。はい、違うってよ。ペンライト、 CD 何に使うんだ。カードキーを探したい。トロフィーもまだよくわかる。ああ、観葉植物、観葉植物。机の引き出しはもう開けました。観葉植物ですね。緑はとても大切です。特に手がかりになるものはないな。あるだろう、水かけようぜ。くそー、あそこの下引き出しじゃないのかな。まだパソコンもね、何もやってないし。ああ、なるほど、パソコンに CD 入れるんだ。いけ、 CD を入れてみますね。 Welcome to プレテゼル。わかんない、プレティジゼツ。読めない。下のやつが起動したよね、これ。わかんねえから、マットよかった、マットよかった。これ起動したんだよね、今ね。
このカーペットは先ほど起動したゲームのものでしょうか。まあそうだね。どうやらカーペットを踏んで遊ぶゲームみたいですね。ダンレゴみたいな。ちょっとやってみましょう。さあ見れるぞ。これは大変なゲームですね。体が熱くなってきました。じゃあ脱ごう。これは難しい問題です。てかこちらで足が。ツイスターゲームじゃねえか。吹いちゃうかよ。ちょっと逆なんじゃねえ。おかしいな。こういう時にね、動いてくれないと。おっと、急に風が。なんだって、ピコン。あら、どうやら正しくボタンを押せたようです。本当かよ。銅像がなんだ。あ、カードキーがありましたね。だって銅像の頭にカードキーついたら普通に取れるじゃないか。そしてあれでしょ、この謎の鍵も出てくるわけでしょ。何個これで ?3 個で、カードキー開けて、でもあと1個どこだろう。どうぞ。情けないぜ。仙台の校長の同僚でしゅ。はい。カード。カード K。カードか、あれカードキーじゃないの。じゃあカード、銅像の後頭部にカードが貼り付いていますね。何のカードでしょう。クレジット。まだペンライト使うな。カードを手に入れた。あ、でも下駄も使わないこともあったからな。とりあえずじゃあ金庫開けよう。金庫、で持ち物でカード。カードを当ててみましょう。ピコン。カードの認証に成功したようです。当ててみましょうってことは IC チップ形式ってこと？3776、3776。うわ、うわ。その番号ですね、入れてみましょう。ガチャ。金庫のロック解除されたようです。おう、何も入ってない。念書は？え、あと1個どこ？あとトロフィー？